みんな大好きすぎるマイネクラフト。パート数はもうどうでもいいから高評価押してって。OK。あのね、ちょっと最近思ったことがあって、もうこのね、この村人たちを、この監禁じゃなくて、保護施設に入れてからね、もう100日ぐらい経ったんじゃないかと。てか寝てんだけど、こいつら。いきなりだよ。俺が来て、この村の王が来て、いきなり寝るというね。もうこいつらちょっと舐めてんな。今日はね、まあ上まで行くのめんどくさいか、この臭いね、村人たちの横で寝てあげるというね、たまにはね。OK。グッとなんのこいつ。もう100日ぐらい経ってると思うから、今日はなんとね、この村人たちを殺す。いや、ジョーク、そんなことするわけないじゃん、村の方が。てか、まずこいつ、おいこいつ。こいつがね、ほんと厄介なのよ。お前、ほんとね、もう、お前、ほんとこいつ人生オワコンだから。もう動けないから、こっから。これもう、斧で叩かれる人生だったの、こいつは。はい、もういいよ。もういい。あ、いいというか、鉄だけ落とすね。いいね。まあ、畑仕事ちゃんとなんかね、全然何これ。誰ここ踏んだの誰これ。はここ踏んだの誰マジで。はまあいいや。確かそう、これ作ったのよ。この魔法のグリモワールを作ったんだけど、ごめん、ちょっと最近ね、アニメ見てるから、ちょっと意味わかんない、なんかね、アニメ発言するかもしれないけど、そこ許して。で、ちょっと。で、今日は、この最強になる回だと言ったと思うんだけど、だからこれをね、ちょっと、待って、耕してます。こいつらのために、どんだけ俺がね、日々どんだけね、苦労してるか、こいつらのために。この、うんこみたいな貿易しかしないやつのために、お前、ちょっと反省してこい、お前、端っこで。OK、で、これなんだけど、このね、この魔法のグリモワール、この本、この魔法の本の使い方なんだけど、例えばね、例えばこの鉄のツルハシあるじゃん。これをこのボン置く。で、置くとこうやっていっぱい出てくるわけよ。効率強化1しか出てないんだけど、何これ。効率強化1。まあまあ、それで、で、これで、ラピス、この謎のね、使い道が誰も知らない、この青い謎の石を入れると、あれ？なんでだ？あ、わかった。あのね、レベルが必要なのよ。今、俺ね、なんでかわかんないけど、レベルが今ないのよ。これ、どうすればいいの俺。だから、エンチャンできないんだけど、まあ、レベルがあったら、こういうね、ツルハシとかに、つけれると。あ、やべ。これ、これ効率強化とか。だから、それで今日は、最強になるっていう回だから。まあ、結構すごい回だよ。まあ、元気にしてるか、お前ら。オッケー、じゃあ、効率いいレベル上げの方法なんだけど、やっぱりね、モンスター狩りが一番いいと俺は思うのよ。だから、今日は、あれ待って。金の穴くそある。金がない金。あ、金59個もあるんだけど。え？俺いつの間にこんな金を持ってたの？ OK。金を全部焼いといてる間に、なんとね、作っちゃうよ、これ。これ邪魔なんだけど、これ。これ、なんなの、マジで。ダイヤがせっかく6個もあるっていうね。だからこれよ。これよ。ボン。これよ。これを作っちゃおうと思ってたの、今日。はい。これ作って、あと金の穴くそ全部こうやってやるとね。ほら、これ。金の、防具になるから。違う。防具じゃねえ。これ。これになる。盾を作りの、到着 C の食料がいる。あとは牛をぶち倒した後に、ちょっとこの死の洞窟へと舞い戻って、レベル上げしようと思ってるんだけど、こいつはね、まあ、こいつはね、まあしょうがない。毎回ね、悲しそうな顔で見てくるけど、しょうがないのよ。やっぱ社会の厳しさをね、教えないとダメなのよ、若いうちから。じゃないと俺みたいになるから、本当に成長したら。お前やめろ！社会の厳しさをしっかり徹底的に叩き込まないとね。26個もゲットしたんだけど、やば。ちょっとでもね、ちょっとちゃんと餌あげるから、これ優しさもあって、優しさもあるっていう、雨とムチっていう、最近では。待って、これ思っててる時間かかるんだけど、わかった！ちょっと待って、IQ6000 オーバーのこと思いついたんだけど、これさ、丸してさ、かまど！え？かまどをさ、大量に作ってったらさ、効率やばくなん、なんだお前、効率えぐくなんない？これ IQ さ、ちょっとやばくない？俺の IQ。今日冴えてる気がする、なんか。こっちとかにもつけてって。やばくない？これ。これ考えた人いないでしょ、今まで。石炭がない。やばい。石炭が全然ないんだけど、6個しかないもん。こんな作ってみや。
た。あんまなかったかもしれないけど、でも待てよ、こうやるじゃん、こうやるじゃん、こういうことよ、こういう、え、俺最近ね、ほんと我ながら結構頭がいい気がするよ。これでもうやばいな。あ、これもこうやってることによって圧倒的なスピードでね、他のマインクラフターを置き去りにしていくのよ。入っていくだよね、もういいから、そういうのいいから、早く焼けてほしいに行く。え、待って、え、待って、もう6レベルになってんだけど、なんか知らんけど、これ燃やすとレベル入んの？それどんだけ人生楽なん、マインクラフトの世界って。もう7レベルもあんだけど、え、やばくない？来たわ。こんなに順調すぎるマインクラフターいないでしょ、この世界で俺以外で。これでね、あ、じゃあこれで見せれるわ。これ防具とかあるじゃん、これ防具とかこれ置くことに、あ、待って、でね、この使い道がわかんないランキング第1位の石を使ってこれぶち込むと、これ例えばこれ入れるじゃん、そしたらダメージ増加1、ダメージ増加、見てほら、ダメージ増加2、こういうのを、え、殺すべき、ほら見て、ダメージ増加2になったのよ。これでもうこいつらとか引っ張られたら一瞬で死によったの。いくよ、待って、ちょ、実験台にはしたくないけど、いないから他に叩くやつが。ちょ、ごめん。ほら。こういうことなのよ。あの、圧倒的なね、もう今まで見たことがないレベルのパワーが放ってるよ。オッケー。じゃあ、ついでにまだ4レベルもあるから、オッケー。じゃあ、ついでにこれとかね、この金のね、全身金タイツも、やっていくと、耐久力に、ダメージ軽減やろ、これ。うえい、こういうことよ。これも、ぶちかます。耐久力とかマジでいらないんだけど。まあ、耐久力も。え、待って、これ、たまにこれ2つとかつくのよ。これは相当ね、レア。かわかんないけど、まあ。これで、待って、レベルが足りない。やっぱこういうことになっちゃうんだけど、まあ、こういう時はね、これ見ても、見て、ほら、これ、光ってるのよ。これが、エンチャントされてるって。あ、これ見て、ほら。こういうことよ。こういうことよ。じゃあもうね、レベルがあんまないから、まあ、あの、ハンティングしに行く、この死の洞窟に。ここでも飽きたな。新しいとこ行きたいな。ここもう用済みだもんね、結構。ここやめよう。オッケー、新しいね、洞窟を探し方、あっちらになった気がするのよ。またいるんだけど、こいつ。なんなの、こいつ。なんでいつもいんの、俺の家にへばりついてんの、こいつ。思われてこい、お前。ダイヤ剣で殺すぞ。こういうことよ。もうね、スピードが違う。やっぱダメージ増加30ぐらいついてる、これ。なんだ、もうこいつとかもう敵じゃないのよ。もう俺にかかれば。お前こっち来い、お前。こっち来い、お前。もうこういうことよ。こういうことなのよ。もう2発。どんな敵でも2発でた、なんでいんの、こんなとこに。なんでお前こんなとこにいんの。あるね、これあるね。これ絶対あるね。これ絶対、もうこれ絶対そうだ。これもう行ったことない、絶対。これはね、行ったことあるね、これ。いや待ってよ、深いぞ、これは。深いね。しかも鉄とか、え、なんで、俺来たことない、もしかして。やばいんだけど。やばいんだけど。いや、ちょ、待って、ちょ、たま。これを設置することによって、圧倒的な明るさを放っていくことによって、スケちゃんたちめっちゃいるんだけど。ちょ、やばいよ！え、待ってよ、これが欲しかったんだよ、逆に言うと。このモンスタールームが欲しかったんだよ。レベル上げしたいから。やめろ、お前。まあ、喧嘩しろ、お前ら。いや、3人で喧嘩してんだけど。どえらい、なんだこれ。俺のレベル上げどうなった？お前ら全員お前ら来い。全員お前ら来い。どこ行った？いた。やばい、ちょっと待って、暗い。もうね、敵とかじゃなくて明るさの方が怖いっていうね。暗いの対策、お前やめろ、お前。めっちゃ深いんだけど、何？痛いな、お前。コントロールプレイヤー！後ろから来てくれ。コントロールプレイヤー！オッケー。うわ、すごいな、ここ。なんだ、この洞窟。え？もう金あるんだけど。やば。金は何個あっても足りないからね、人生で。よく言われたもん、親に。金はな。何だ、お前。オゲー。なんだ、お前、ずっと仲間撃ってるからね、言ったけど。コントロールプレイヤー！これ止めて、これ止めるのよ、これをね。これ止めることによって、圧倒的な、なんなの、マジで。こういうことよ。なんでこれ。なるほどね。そういうことか。そういう感じね。この洞窟はそういう系統の洞窟ね。これも結構取っていきたいな。この黒い石も結構取っていくことによって、かまどの効率作業がめっちゃ上がるからね。格段に。待って、いるんだけど。こいつのエンダーボールがね、必要なのよ。後々に。ごめんね。エンダーボール。うるさいな。ここえぐいよ。ここえぐい。ダイヤとかあったら、最高なんだけどね。ついでにね。待って、金ある。やばい。
クリーパー、やばい、オーマイボン。ディアモンでありそうだな、これね。ディアモンでありそうでないんだよね。うわ、これは。待って、これはね、これあるね。これはもう来てる。反応が。バケツ持ってくればよかった。まあ、バケツない人生も時には必要だからね。やっぱ社会の厳しさをね、これによって教わったから、俺は。マインクラフトによって教わったから、こういうことよ。こういうことよ。現実世界で水バケツがなくとも、丸石があれば生きていけるという。オッケーオッケーオッケー、こっち行って、こっち行って、ダイヤあるよ、これダイヤあるね。ええちょ待って、え待って、えすごくない、ほら、ええ皆さん、やばいやばいって、これやばいって、おやばいって、ちょ待って、もう俺絶対溶岩ダイブとかしないからね、そういうフリーとかじゃないから、本当にしないから。ま、何個ある、これ嘘でしょ、これダイヤ全身装備いけるんじゃないの、もしかして。でもダイヤより金の方が強いよね、多分。まあ、だからこれとりあえず取っ、うわこれでかすぎない、しかもダイヤってレベル多分相当高くない、これ30ぐらいいかない、やっば、え、やばいんだけど。ま、ダイヤもない。ワンチャンあるよ、下掘ってったら。で、結構ダイヤって恥ずかしがり屋だから、結構掘るとあるのよ。やばい、これ待って、絶対あるって、これ。あるよ、あるよ。あるよ、あるよ。No。オッケー、戻ろう、戻ろう。もう帰宅部のエースの実力をね、ここでしっかりと見せていきたいんだけど。上行けば出れるよ。来たけど夜だわ。これはやばいね。やばい、え、何ここ、どこここ。やばいやばいな、逃げろ。ここで死んだらシャレになんないから。シャレになんないから、ここで死んだら。Give me your ass!勝てると思うんだよ、もう最強形態だから俺。セルで言ったら第二形態レベルで今、マジで。止めらんない、マジで。え、これダメじゃん、これ。え、これワンチャンも、危な。誰これ開けたの、危な。え、危なすぎない、寝よう、マジで。寝よう。やばい。止めろ、お前。家の外で燃えてんの、お前ら。家の外で燃えるな。やばい。なんだこいつ、何だお前。よっしゃあ、もうレベルもかなり上がったし、今11もあるし、ヘディングをもぶち込んでいく。ダメージ軽減。やばくないこれで、え、ま、盾もできんの、盾はできないわ。えっとね、わかった。ちょっと待ってよ。これ作る。で、ダイヤ4つあるじゃん。これもわかるでしょ。これ大体わかるでしょ、これ。ダイヤの斧を作っていく。つまり、どうなるかわかる、これエンチャントしたら。効率強、やばくない、圧倒的なスピード、いくよ、ちょっと、え、待って、これえぐいわ、うまい、なんやねん、これで、こう、これだよ、これ、オッケー、誰ここやったの、あ、お前やってんな、そう、ということになるから、え、最強じゃない、だって今日1回も死んでないよ、多分今日1回も死んでないし、効率ダメージ効果2のダイヤ剣もゲットしたし、負ける気がしない、しかも金もめっちゃあるし、あんまないわ。だからこれをね、この石炭を結構分裂させて、飛んでこうやって入れといて、圧倒的な効率スピードを手に入れた。もういろんな面において最強になったよ。家の効率スピードも上がったし、防具も上がったし、攻撃力も高くなったし、だから次回、エンダードラゴン倒しに行く。